途中からの映像になっちゃいますが、このアップライトですね、もうここまで来てます。これ取り付ければ左フロント OK ということになります。さっきやったようにこの受けの方にネジロック材を塗っておきましたので、こっちの方がいいですよね。ビスの先に塗るよりも受けの方に塗っておくというの方が、綺麗にできると思うんですよね。これ締め付けるとちょっとやっぱりきつくなるみたいなので、ちょっと気をつけて、はい、あ、スムーズですね。ちょっとこっちの方がね気持ち重いんですけど、こっちはもう全然スムーズです。 OK ですね。はい、パンパンパーンとアッパーアームまで取り付けやっちゃいました。やっぱりスタビライザー気にはなってたんですけども、重量物というかね、アームいろいろ全部つけてみると、はい、まあ、重みがあって、抑えられてるって感じですかね。特に、まあ、問題なく見えますよね。はい。こんな感じになりました。フロントも、リアも、サッサームが取り付けられています。よいしょ。はい。で、この辺のアーム類もですね、もう、つけちゃいました。それでは今から、ダンプ、パーを組み立てていきます。でここに必要なものを取り出してありますけれども、まあ、この黒いところですね、こういった樹脂パーツなんですけれども、切り離すときはしっかりとこのバリを取るようにしておきましょう。これが残っておると動きが渋くなってしまうんですね。で基本的にはこのキットのパーツだけを使っておきますけれども、で組み立てなんですが、これまず、ね、2ミリかオーリングじゃない、E リングを止めていきます。ラジオペンチで止めます。で、これオイルがね、600番がキットに入っていたのがちょっとびっくりだったんですけど、ピストンが三つ穴なんですよね。三つ穴のピストンを使うということで、オイルはやや固めになっているのかなというふうに思いました。で普通、まあ、ツーリングカーだからかわかんないですけど、400番あたりをだいたい想定していたので、まあ、キットが600番というのはちょっと驚いたということなんですね。で、ここで 0.2 のシムを入れて、でもう一回 E リングでピストンを止めます。このシムは何をするかっていうと、このピストンのガタを取るためですよね。だから、ガタがなければ、当然そのシムはいらないんですけどね。よいしょ。これを、まあ、シムを入れることによって、ギチギチじゃなく、こう、若干ガタは残るんですけど、ちょうどいい塩梅ということに、まあ、説明書で、こう、指示してくれてますんで、そこはね、疑うことなく、説明書通りでやっちゃいましょう。はい。ピストン4本作りましたので、次の段階ということになりますが、ちょっとここで、中に入れるオーリングなんですけど、まあ、キット標準はこの赤いゴムなんですけど、まあ、手持ちでこの青いのがあったので、これは使っちゃおっかな、っていうことにします。まあね、キット標準でね、やってはいるんですけど、ちょっとオーリングぐらいは、ちょっといいの入れちゃおっかな、みたいな感じで、やっております。はい。ああ、でもな、最初は、標準がどんな風になるか見ておくのもいいんだけどな。まあでもちょっとごめんなさい。やっぱりあるんで、あるんで、ちょっと入れさせていただきましょう。で、ピストンを先に入れるんですね。ピストンを先に入れて、でそれから、まあこれどっちでもいいんでしょうけど、ここに、このまず白い、ガイドですね。これガイドには溝がある方とない方とあるので、溝のある方を下側というかね、オーリングの方に持ってくる。で次にオーリング入れるんですけど、ちょっとこのオーリングの時にはオイルをつけておいた方がいいのと、あ、忘れてた、オイル漏れのためのグリスアップをしとかないといけないんだ。
はい、オーリングをつけて、それからですね、このボールエンドっていうのかな、これですね、ダンパーエンドっていうのかな、これも取り付けました。で、結構きつかったんですけれども、またあのこのね、ノンスクラッチラジオペンチ、これを挟んでこう締め込んでいけば大丈夫と。で、あの締め込みすぎるとここ突き抜けてきちゃって、圧迫することでボールの動きが渋くなるというね、ダンパーエンドの動きが渋くなるっていうのはあるので気をつけることと、おっと、あとはね、左右の長さをここで合わせておくっていうのも大事なんじゃないかなと思いますね。今時のツーリングカーはダウンストッパーがあって、あのダンパーがこれ以上伸びないようにっていうことでできるんですけど、このバギーは多分そんなことできないと思うので、ダンパーって伸びきっちゃいますよね。伸びきった時のダンパー調が左右で違うと、まああんまりよろしくないんじゃないかなと。まあ細かいこと気にしないという場合はいいんですけど。はい。で、続いてオイルを入れていくんですが、600番。入れていきますよ。これね、説明書通り。間違ってないと思うんですよね、組み方はね。で、入れていきまして、ちょっとあの、腹8分目ぐらいにしときますよ。これ上げ下げすると中の当然あのエアーがね抜けてくるんで、シュカシュカやるんですけど、あのあんまり派手にやりすぎると泡吹いたみたいにこうグリュグリュになっちゃうんで、あの泡が綺麗になくなるまで時間かかるんで、ここは丁寧にねやっておきます。で、こう何回か上下刺すことで、ある程度こう下の溜まっている空気が抜けますので、これでしばらく置いておきます。ではですね、蓋をしていこうかと思います。で、説明書ではあのピストンをいっぱい下ろした状態で、シールをオイルシールをはめ込んで溢れたオイルを吸い取りますってなってるんですけども、私ね、あんま好きじゃないんですよ。あのどうしてもね、エアが入りやすくて、パッツンよりもで引きダンパーにがっつりするのもなんなので、半分戻すんです、いつも。だいたいこれ昔からそうなんですけど、半分上げてちょっとオイル少ないか作るんですね。で、まあ半分引きダンパーみたいな感じでやってます。これ昔からそうなんですよ。まああのそれはもうお好みでどうぞという感じですが、やっぱオールを好きだかうりゃ、これして、でこう上から押さえつけるでしょ。で、押さえつけてで、ある程度いったなというところでピストンを引いてやるんですよね。そしたら、こう、腹圧で、このオーリングじゃないや、このシール、ゴムが浮かないんですよね。このあたりも引きダンパーと一緒です。で、この状態で、オイルを拭いて、で、蓋をしてやると。これで。これだと、ちょうど間ぐらいになる。感じなんですよ。これでいいかな。こうよいしょ、最後まで締め切って動かしてみて、エアが入っているとあのクチュクチュって言うんですけど、うん、言ってないので大丈夫っぽいです。はい、4本とも蓋を閉め終わりました。まあ、キュッキュッキュ言わないんで、ここはうまく作れました。よかったよかった。結構ね、あの、エアーが中に入ってこう、やった時に、プチュクチュって言ったりするんですけどね。そうなった時はまたやり直しです。で、これですね、リアダンパーは、このボールカラーというのを下につけるということになります。これ、向きあんのかな？で、いよいよスプリングですね。長い方のリアスプリング。これを入れまして。で、最後、これでスプリング受けるんですけど、向きが、こうか。へぇ、こうなってて、この、こう、なるほど。ここでスプリングを受けるんですね。はい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 。はい、でこれでダンパー4本完成となります。さあ、それではちょっとお久しぶりになりましたが、シャーシが出てきました。ダンパーを取り付けていくことにしましょう。いや本当にもう大詰めですね。
とまず上からなんですけれども、これですね、なんていうんだったっけ、これダブルピロボール、ダブルピロボールにまずダンパー通します。この穴の大きい方から突っ込んでいきますね。はい。でその次に黒いゴムと、それからそれの受け、これを多分通すんですね。これを通して、でここを通す、これでこう受けるわけですね。で 3×1.5 のスペーサーを用意してなかった、これを通してあげて、で前から穴内側ですね、内側のマウントに入れて、で 3mm のフランジナットで固定するということです。これで左右合ってますね。でしっかり固定はちょっと後に置いておいて、先に裏返して、でここは前側から、違うか、後ろ側からこう通すんですね。こうやって通すはい、通して E リング止めなんですけど、さっき通しとこうか、よし、これでひとまず後ろ側ダンパー装着できました。はい、フロントにもダンパーをつけました。で最後にこのビス、これね、閉めるんですけど、ここはマイナスドライバーがいるんですね。これだけ注意です。ここに来ていきなりマイナスドライバー、これでしっかりと固定してあげましょう。こっちはフランジの、あのナットなので、あの噛みついてくれるんで、もうキュッてやっておけばそれで OK と。後ろも一緒ですね。これマイナスドライバーで締め付けてあげるということが大事です。まあ、あんまりあのこれも締めすぎると、またあのあちゃこちゃおかしくなりそうなので、まあ、ほどほどの力でいいかと思います。はい、これでですね、ひとまずシャーシは組み上がりました。かっこいいね。ダンパーもね、フロントダンパーすごい寝てるんですよ。こうやってあのまじまじと見る機会ってあんまりなかったんであれなんですけど、リアはむっちゃ立ってるんですけど、フロントすごい寝てるんですね。これ面白いですね。なるほど。だからフロントダンパー組んだ時ちょっと硬いって感じたのかもしれません。はい。さあ、それではですね、シャーシ組み立て編はここまでということで、この後はいよいよメカ積み編となります。